ピュアウィッシュ。妹。お客様にお知らせいたします。現在この路線は次の駅で発生した車両故障の影響で運転を見合わせています。マニャ、運転見合わせかよ。どうする？どうするって待つしかないんじゃないか。そうかな、歩いてもいいんじゃない？森林公園の方から行くとそんなに時間かからないよ。夜の公園は？俺たちだけならいいけど、子供連れじゃ心配だな。ちょっと待て、子供って僕のこと？いくらなんでもそれはひどくない？いやまあ冗談はともかく、あんまりカノンを歩かせるのも。私も大丈夫だよ、少し運動した方がいいって先生も言ってた。そうか、それだったらブラブラ歩いていくか。大した距離でもないしな。カノン、疲れたら私がおぶってあげるからね。言うのはいい、神代かアスカヤがおぶうべき。ありがとう、ユノ。でも大丈夫だよ。さて、話が決まったら早速行くとすっか。はい、みんなでお散歩ですね。さすがにこの時間だと誰もいないね。そうだね。なんだかすっごく寂しい感じ。なんだ風花、やっぱり怖いのか？大丈夫だよ風花ちゃん、私がついてるよ。だー、何言ってんの、怖くなんかないよ。全然怖くなんかない。そうか、本当に怖くないのか？なんだよ、そんな風に言ったって別に。さっきから向こうの木の影に白い影がちらついてる気がするけど、それも怖くないのか？ちょっと、マコト！おい、マコト、いい加減に。うわっ！そっちの物陰から幽霊が風花ちゃんの背中に！大丈夫か？ユノちゃん、フーカちゃん、さあ怖ければ俺の胸に飛び込んでくるんだ。いい加減にして。そうです、ユノ先輩はそんなことしません。あのなあ、マコト、恥ずかしいと思わないのかよ。小学生じゃあるまいし、こんな。